アルゴスです。老後の生活をより安心して過ごせるように今のうちからその資金作りに努めてまいりましょう。個人投資活動はそのために欠かすことのできない努力となります。今回は日本電産株式会社について見ていきましょう。日本電産グループでは精密小型から超大型までの幅広いラインナップを誇るモーター事業を中心に、回るもの、動くものに特化したモーターの応用製品、ソリューションも手掛けています。これらの製品は身の回りのあらゆるところに使われており、人々の生活や社会になくてはならない製品です。その上で12の分野を展開しています。車載、ロボティクス、家電、重接機器関連分野、物流、農業関連分野、 IoT 製品、触覚デバイス関連分野、商業、業務用関連分野、工程設備、検査装置関連分野、ここまで展開しています。順番に見ていきましょう。車載関連では先進運転支援、自動車事故は運転者のみならず周囲にも多大な影響を与えてしまいます。安全に安心して運転でき、さらには歩行者への危険性も低減する、そのような機能を求める声が急速に高まっております。そのような要望に応えるためにミニ波レーダーや外界認識カメラ、さらにはレーダーとカメラを組み合わせ、より高度な認識と制御が可能な製品を提供しています。パワートレイン、地球温暖化抑制のための自動車の燃費規制強化を受けて、システム自体の効率改善のためエンジン駆動からモーター駆動に切り替えるトレンドにあり、モーターの需要が増えています。特にトランスミッション用モーターでの市場実績が高く、厳しい環境においても使用可能な製品を提供しています。シャーシ、走る、曲がる、止まるが重要視される製品にはモーターが多く使われており、車両制御には重要な役割を持つ高品質なモーター制御用 ECU も提供しています。特に EPS は燃費改善効果が高いため搭載率が急速に上がってきています。 EPS 用モーターにおいて世界ナンバーワンの生産量を確保しています。また EPS 用モーターを制御する ECU の製品化もしており、高い品質で製品を提供しています。ボディ、運転者、乗員の快適性を高めるためのデバイス用のモーターを提供しています。また昨今ハイブリッド自動車に搭載される大容量のバッテリーを介してモーターの利用率も高まっています。単体製品からギア付き、ECU 付きの製品のモジュール化を提供しています。ロボティクスでは商業産業用ロボット、ドローン、無人配送台車、ロボットモジュール、AC サーボモータードライバー、減速機を取り扱っています。AC サーボモータードライバーは産業用ロボットでの豊富なサーボモーター活用経験と生産実績をもとに、あらゆる用途、ニーズに最適なソリューションを提案する製品ラインナップを揃えています。住宅設備関連ではエアコン、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、食洗機、掃除機、浴室乾燥機、水回りの設備を得意とし、これらのファンモーターや駆動モジュール系を手掛けています。物流、農業関連で注目するのは搬送機器、1キロワットから25キロワットの油圧ポンプやクラス1、2、3フォークリフトおよび高所作業向けの低電圧の AC および DC モーターを設計生産しています。インターネットでの注文が増加する現代、倉庫や物流の最前線ではフォークリフトが息つく暇もなくフル稼働しています。こうした中で日本電産の搬送機器事業は忘れてはなりません。 IoT 関連分野、ドイツが提唱するインダストリー 4.0 は製造業にフォーカスし、産業機器をつないでものづくりプロセスを自動化したり、収集データ活用によるぶどまり改善、生産性向上、さらには企業同士の連携を深めることが可能になります。ニネクは製造のプロとしていち早く生産 IoT 化に取り組んでおり、生産設備はもちろんのこと IoT 時代に向けた各種ソリューションをご提供しています。触覚デバイス関連分野、日本電産グループはウェアラブル、スマホ、タブレットといった繊細な感触から車載用タッチパネル、バーチャルリアリティ、ゲームなど大きく相当量のフィードバックが必要なデバイスにまで幅広く対応する製品ラインナップを揃えています。 IT、OA、モバイル、光学機器関連、 HDT 用モーター、ファンモーター、精密モーター、デジタルカメラ部品を取り扱っています。 HDD 用モーターに関して FDB、流体動圧軸受けは軸と軸受けの隙間に流体、オイルを満たし、回転時に流体に生じる圧力、動圧を利用して軸の回転を支えています。この機構は高い耐衝撃性を持ち、軸のブレを最小限に抑えられるため回転精度が高く、 HDD の容量アップを可能にします。また軸が軸受けと非接触で回転するため静音性も高く、軸受け部分のさらなる小型化も可能になるなどなどのメリットがあります。ヘルスケア、電動車椅子にマッサージチェア、透析装置が代表的になります。
センサ、情報機器、通信機器、制御機器、測定機器といったプログラム設定、回路設定、回路切り替えなどに利用されているスイッチを提供しています。商業、業務用関連、電気自動車やゴルフカートのモーターを扱い、他にもエレベーター機器や業務用厨房機器を取り扱っています。産業関連、つまり産業用モーターですが、これを通して産業システム、プラントを含むや充電関連設備、製鉄、エネルギー、ガス、オイル、海洋、一般産業向けに幅広いソリューション及びサービスを提供しています。検査装置関連、プリント基板向け通電検査装置、プレス機器、計測機器。計測機器では回るものの回転数や収束を測る回転速度計、キャップの開け閉めの力を計測するトルク計と押し引っ張りを高精度で数値管理する二重計、3つのカテゴリーでお客様の品質向上のお役に立てられています。ここまでが日本電産の事業領域となります。日本電産はモーターをはじめとする製品の一層の効率化を追求により、地球環境保全のために不可欠なソリューションを提供するとともに、人々のより良い生活の実現に貢献しています。皆さんの投資先候補リストに追加してみてはいかがでしょうか。それではまた明日ね。